あ、こんばんは。ちょっと遅くなりました、金曜日恒例のアドベンチャークですね、番外編になりますが、銃声とダイヤモンドもうちょっとやっていきたいと思います。よろしくお願いします。ポカ陽気眉毛ないかな。こちらでケイスケさんいらっしゃい、一ゲットありがとう、ハマチさんいらっしゃい、タスケさんいらっしゃい、ペアさんいらっしゃい、ココメさんいらっしゃい。前回ねちょっとだけやったんですけど、体験版がありまして、鬼塚とグレンの出会いのお話があるとのことで、まあまず番外編第1弾としてやっていきたいと思います。覇気がないね。ろくちゃん、あっちゃんいらっしゃい。どうでしょうね、どんな感じなんだろう。あこ、これがシルバー事件か、ちょっと違う、いらっしゃい。似てないこともないけど、あっちの方がもうちょっと異質かな、ちょっとわけわかんねえみたいな感じ。ひれさんいらっしゃい。ではまず体験版から。ズバン。のりとぺさんいらっしゃい。今日は泣かないです、いらっしゃい。カリスマ不審者さんいらっしゃい。あれって続編なの？リメイク？ん？リメイク？リメイクとは違うか。ラクタさんいらっしゃい。うん、クリアしましたよ、先週です。高画質 PC 版が出るらしい。気になっちゃうよな。あれもいいゲームだったからな、シルバー事件。若かしい頃のグレーですね。チナさんいらっしゃい、ありがとう。大丈夫かな。ビンビン丸さんいらっしゃい。もう終わりますね、ゴールデンウィーク。交渉の基本は犯人の話を聞くことだ。無理に話を遮ると犯人はすぐ切れる、切れたらアウトだ。こっちの犯人はほぼ 100% 拳銃を所持している。日本人の君にはピンとこないだろう。銃の話なら確かにそうですね。でもすぐ切れるやつは日本にもたくさんいます。食生活が悪いんだ。切れるのは食事のせい、本当か。俺がそう思っただけ、根拠なんかないです。まあいいだろう、じゃあテストするぞ。俺は刑務所を脱走した犯人って設定だ。銃を持って雑居ビルの1階にある宝石店に立てこもった。あこさん、クロムゼさんいらっしゃい。ヒムさん、ナイトロさん、コバチさんいらっしゃい。まだ内側にキリンがくすぶってる頃のグレン。待ってくれ、早い。人質は従業員2人に客が1人。ビルが包囲され2時間経過したところで経過した頃で窓から犯人が顔を出した。グレンのテストをクリアしろ。金だ、100万ドル用意しろ。いいだろう。全部古い紙幣だぞ、古い札で札で用意しろ。次に車だ、逃走用の車をビルの前につけろ。 4WD でスモークガラスの車にしろ。待て、確認させてくれ。現金100万ドルと逃走用の車だな。要求はそれだけか。ダン。え、どうしました？話を遮られて切れた犯人が人質を撃った。人質が1名死亡。いいか、鬼塚、犯人が要求してるときは最後まで言わせるんだ。無理に遮って話の腰を折るな。要求は最後まで聞く、これが交渉の基本だ。了解です。犯人の要求は最後まで聞くんですね。そうだ、犯人が要求してるときは絶対に遮るな。ええ、理解しました。要求は最後まで聞き、それから確認する。犯人の不安を取り除くんですね。そうだ、犯人はナーバスになってる。こちらの反応に敏感に反応する。気分が落ち着くまで下手に刺激するな。変化球を使うのはその後でいい。いいな、わかりました。グレン、一つ頼みがある。どうした、言ってくれ、遠慮するな。役を交代しないか、俺に犯人役をやらせてくれ。
得できないのか。ああ納得できない。どうなんだグレン、はっきりしろ。バーン人質が1名死亡、返事が遅い。そういうことか。すっきりしたか。ああすっとしたよ。負けず嫌いってやつだな。何とでも言ってくれ。テストクリアしたのこれで。 B A を狙おう。あ、続きがあるね。東京新宿プロローグ2、そして交渉人に。あ、片桐さんとの出会いもあるんだ。はじめまして、鬼塚です。ゼロ課指揮官片桐優作。片桐だ、警視総監から話は聞いてもらえたかな。おおよそは。なら話が早い。改めてお願いするよ。ゼロ課に交渉人として参加してくれないか。え？ここも？契約金を積み上げろ。鬼塚さん、こんなことしてたの？失礼ですが、相場をご存知ですか？金額の話か。ええ、そうです。大体はな。伝えた通り、ゼロ課はまだ準備室だ。正式に発足した部署じゃない。準備室？そうだ。警視総監の意向で発足したばかりだ。今の日本には凶悪犯が後を絶たない。交渉専門のチームはどうしても必要なんだ。だとすればなおさら責任が重い。務まらないですよ僕なんかじゃ。お力になりたいのは山々ですが、待ってくれ。人の命は金には代えられない。どうしても君の力が必要なんだ。いくらですか？いくらなら出せるんですか？どうしてそこまで金にこだわるんだ。正直にお話しします。実は今協定で作った借金があるんです。借金？額はいくらだ？ちょっとこっちへ。実はこしょ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 。そうか。どうです？微妙だな。相談に乗ってやりたいのは山々なんだが、ゼロ課の予算は決して多くはない。そこは理解してほしい。わかりました。じゃあ僕はこれで。待て、待ってくれ微妙だが何とかならん額ではない。私が何とかしよう。本当ですか？もちろん君の返事次第だ。どうだ、交渉担当の件考えてみてくれないか。これ片桐さん怒っちゃうかな。いや、まだ足りません。借金が消えても生活が楽になる保証はない。君は楽な生活がしたいのか。いや、そういう意味じゃ。分かったよ、俺の見込み違いだった。この仕事を頼めるのは君しかいないと思ってたんだが、残念だよ。この話はなかったことにしよう。え？そうなんですか。他の人を探すことにするよ。時間を取らせて悪かった。じゃあ失礼するよ。あの心配するな。コーヒー代くらい俺が出す。じゃあこれで。終わってしまった。銃声とダイヤモンドが。やりすぎたか。バッドエンドバッドエンド回収しちゃったよ。これどうすんの？もう一回リトライっていうのが クータいらっしゃい。俺のサラダだまかわり。鬼村さん、ゼロさんいらっしゃい。気まぐれさんいらっしゃい。中村のりかな。コーヒー代ゲットだどん。発売されず。契約社員鬼塚片桐さん怒らしちゃいけんね。真面目にやる。正義の鬼塚で行こう。うん失礼ですが、相場をご存知ですか？金額の話か。ええ、そうです。大体はな。伝えた通り、ゼロ課はまだ準備室だ。正式に発足した部署じゃない。正直満足の金額が出せるかどうかは怪しい。聞いてください、
相場を言います。アメリカなら1件につき2万ドル前後、円換算で約200万です。高いね。無理だな、そんなに金は出せない。でしょうね、日本では無理な話です。交渉人って仕事が認められてませんから。お力になりたいのは山々ですが、待ってくれ。人の命は金には代えられない。どうしても君の力が必要なんだ。予算は限られているが、できるだけ努力する。ありがとうございます。でもやっぱり無理なものは無理です。やっぱりこちらの出している金額じゃ不足なのか。誤解しないでください。金なんかどうでもいいと僕だって言いたい。でも今ちょっとピンチなんです。どういうことだ。協定で作った借金があるんです。借金、額はいくらだ。ちょっとごまかしてみよう。まあ大した金額じゃありません。コンサルの仕事を受ければ返せる額です。コンサルの仕事、企業のコンサルトです。招待料を出ます。話が聞いてるのか。まあ一応来月から行くことになってます。待ってくれ、こっちの話も検討してくれないか。借金の話なら個人的に相談に乗れる。額にもよるが、俺が何とかするよ。本当にいいんですか。ああ構わない、俺は本気だよ。君しかいないんだ。どうしてそこまで僕にこだわるんです。君の経歴は調べさせてもらった。警視庁にいた時の活躍も聞いている。人の命の重さを理解できない人間にこの仕事は頼めない。僕の、俺の目は節穴じゃない。責任重大ですね。君しかいないよ、この仕事ができるのは。わかりました。本当だな、引き受けてくれるんだな。ええ、やります。やらせてください。よし、決まりだ。今他のメンバーにも声をかけてる。他のメンバー、あんたが言ったんでしょ、吐きなさいよ。神崎、片桐さんから電話だ。片桐？中村君、電話だよ。日本から国際電話だ。誰ですか。警視庁の片桐だって。知ってる人かい。ええ、まあ熱心なお誘いだな。交渉準備室。プロローグ3、ゼロ化始動。ここが今日から君たちの拠点になるゼロ化準備室だ。どうだ、初めて見た感想は。地下にあるんですね、驚きましたよ。なんだか埃っぽいわ、照明も暗いし。倉庫を改造したんだ、贅沢は言うな。なるほど、本庁の予算不足も末期的ね。あの円卓は。円卓だけは特注品だ、予算が半分消えたよ。片桐さん、張り切りすぎ。なるほど。君たちの席は奥だ。必要なものは揃えてある、好きに整理してくれ。はい、わかりました。こっちが俺の席か。お隣ね、よろしく、鬼塚さん。ああ、こちらこそ、柿崎さん。ちょっと間違えないで、私は神崎よ。ムキになるなよ、気が強い女だな。神崎の性格を見抜け。ちょっと、気が強いってどういうこと。気性が激しいってことだ。知ってるわよ、そんなこと。怒るなよ、悪気があって言ったんじゃない。そっちが突っかかってくるからだ。突っかかってないわよ。名前を間違えるなんてかなり失礼よ。悪かった、謝るよ。本当に交渉人なの。どういう意味だ。犯人を怒らせたらうまく交渉できないでしょ。相手によるよ、名前を間違えたくらいで怒るやつばかりじゃない。私が短気だって言うの。そうは言ってない、誤解しないでくれ。仲良くしよう、今日からチームメイトだ。私だって波風立てようと思ってるわけじゃないわ。それならいいんだ、安心したよ。ごめんなさい、私も悪かったわ。いや、悪かったのは俺の方だ。違うわ、悪いのは私の方よ。ごめんなさい、私がイライラしてた。
そうだな、悪いのはやっぱりそっちだ。どうしてよ、なんでそうなるの。せっかく仲直り仕掛けてたのに。喧嘩の後ですぐ仲直りなんて定番すぎて気持ち悪い。あなたが素直に謝ったから私も折れたのよ。パターンにはまりすぎだよ。嫌悪の後の需要と共感、短時間で信頼関係を結ぶ基本の手順だ。ちょっと待って、私を試したのね。やり方が汚いわ。汚くなんかない、仲良くなろうと思っただけだ。わざと怒らせて気持ちもないのに謝ったのね。バカにしないで。悪気はなかったんだ。うまく余るからつい調子になってしまった。私が単純ってこと。違う違う、しっかり者で素直な女性ってことだ。もうやだ、騙されないわよ。交渉人なんてやっぱり信用できない。勘弁してくれ、子供の喧嘩には付き合わない。どういう意味よ。おい、お前たち初日から喧嘩するな。あった。近未来東京、立てこもり事件や誘拐事件の解決にあたる警視庁の特殊捜査班シットは、急増する凶悪犯罪の対応に追われ、苦慮していた。そこで警視庁は民間の専門家を捜査官に登用するという英断を下す。交渉準備室、通称ゼロ課。まこいらっしゃい。かっこいいね。ニューヨーク市警で交渉術を学んだフリーランスの交渉人。こっちの方がかっこよかったりするね。体験も真面目な性格だが気が短くて頑固。うん、今日はね金曜日だからアドベンチャークです。プロファイラー。そうだね、本編の後の方が面白いですね。何気に花形。あら、パッケージがこういうパッケージなんです。2009年6月18日。もうちょっとだね。もうちょっとで7年目になるんだ。へー、以上です。体験版でございました。あ、遊べるようになってんね。もうちょっとで発売だ。ジョナさん、サクさん、105個目さん、トマさん、ヒロミチさん、いらっしゃい。グレンの交渉、ちょっと成功させてみよう。感慨深いな。PSP でボリューム大きいので結構好きだった。うん。すぐ撃たれちゃうからな、バーンって。金だ、100万ドル用意しろ。全部古い紙幣だぞ。古い札で用意しろ。次に車だ。逃走用の車をビルの前につけろ。 4WD でスモークガラスの車にしろ。車が用意できたらビルから2ブロックは誰も近づけるな。警官の姿が見えたらすぐに人質を殺す。わかったな。わかった。現金100万ドル、スモークガラスの 4WD、 ビルから2ブロックは誰も近づかない。要求はこの3つか。そうだ、わかった。すぐに用意するから人質に手を出すな。いいぞ鬼塚、その調子だ。犯人はこちらから話を聞いてるかどうか確認したい。だから要求を繰り返すことで相手は落ち着く。きちんと要求を聞き取って復唱するんだ。いいな。 OK です。聞き取ってから復唱するんですね。そうだ、復唱ならいい。だが余計なことは話しかけるな。いいな。ええ、理解しました。要求は最後まで聞き、それから確認する。犯人の不安を取り除くんですね。そうだ。犯人はナーバスになってる。こちらの反応に敏感に反応する。気分が落ち着くまで下手に刺激するな。
変化球を使うのはその後でいい。いいな。わかりました。でも驚いたよ。このテストでノーミスは鬼塚が初めてだ。意地の悪いトラップに引っかからなかったな。変化球を使うなって教えるために変化球を使うのか。怒るね。俺が考えたテストじゃない。じゃあ誰が考えた。さあ誰かな。名前と住所教えてくれ。殴りに行く。ははよせよ。気持ちはわかるけどな。俺も初めてこのテストを受けた時は教官を殴りたくなった。殴ったのか。忍ぶって字を手に書いて飲み込んだよ。漢字なんて知ってるのか。変なやつだな。何とでも言ってくれ。殴られるよりはマシだ。2回目じゃないし。やったね。 A 判定です。キウイさんいらっしゃい。初見クリアめということでした。じゃあ体験版は終わって、やはりグレンは忍びだったね。ではじゃあまったり、エンディング回収でもしていきましょうか。キリン忍者。やっぱ一から懐かしみながら やっていこうか。エンディング後ろから行くのもいいかなとは思ったんだけど、やっぱ一からやろうね。片桐さんから契約金1000万を奪えたろ。みんな PSP は最近いじってますか？私の PSP これ3000だね。今新しい PSP ってなんだろう。まったりバッドエンド回収にしましょう。ですね、とりあえず 1,2,3,4,5 全部取ってないです。一番最初のプロローグの交渉ですね、やっていきたいと思います。あ、折れ線ぶっといやつやね。ぶっといやつ。優秀だったんだね。逆だよ。あ、そういうこと。6の沢田の自殺しか撮ってないんで、攻略見ながらまったりやっていきますので、まあご歓談しながら見ていきましょう。じゃあ1から行こうか。ジャガさんいらっしゃい。ナンバーワンです。沢田を投降させろ。うん。刑事？俺が刑事？え、あれ？そうなのか？君は刑事だろ。違うのか？刑事？俺は刑事なのか？いや、違うんだろ。俺は刑事じゃないんだ。刑事だろ？協力してくれ。協力って何を協力するんだ？何を言ってるんだ？あの犯人を逮捕するんだ。あの男誰だ。あんなやつ知らない。さあ早く手を貸してくれ。これってどういう死に方かな。そうだからか。あんたは刑事だ。良い話だったね。うん。まあでもこれが最初のマカルフとの出会いですよね。何をしようとしてたんだ。覚えてない。思い出せないんだ。エモーション1増えましたね。
起きてからどうした？せかすなよ。今思い出してるんだ。わかった、ゆっくりやろう。それから？薬を飲んだ。それからどうした？なんでせかすんだよ。合ってるかな、進め方。焦らなくていい、ゆっくりやろう。もう一度最初から思い出してくれ。起きてからどうした？すまない。くそ、もう何が何だかわからなくなってきた。鬼塚、お前のせいだぞ。お前がグズグズするからだ。俺のせいにするな。なんだと、俺をバカにしてんのか。そうじゃない、誤解するな。誤解？誤解ってなんだ。バカにしやがって。もういい、俺一人でやる。あいつらはどこだ、どこへ逃げた。待て、サーダ、外には機動隊が。そこをどけ、サーダー。3取っちゃった。あれ、1を取るつもりが。この効率はどう進めたらいいんだ。エモーションを増やす。3が取れました。ちゃ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 、野村くんいるね。エモーション1、エモーション1、エモーション3。ん？さっきでも激おこプンプンにしちゃったね。刑事だろうを選択して、そうだ、それからそれからありますかね、詳細に載せてるサイト。バイト生さんいらっしゃい。これをソーダにして、からの気落とし、うんうん、それがね1っぽいんだ。ね、そこを見てるかも。うん、そこ見てる。ありがとう。そこを見てんだけど、エモーション1、いつも9時に起きる。それから起きてからどうした。で、ここで、エモーションが3になる。この後見間違いじゃかな。あ、そうなんだ。選択せず流す。ありがとうございます。あつりんちゃん、お疲れ様でした。次役いきます。矢印は流すのね。です。確かに俺は見たんだ。3ヶ月前に偶然見たんだ。これもスルーですね。